こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。このチャンネルではダイエットに関する有益な情報を定期的に配信していますので、よければチャンネル登録お願いします。またダイエットに関する無料のメールマガジンをほぼ毎日配信しています。こちらも読んでいただけるとダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。メルマガに関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますのでチェックしてみてください。今回は毎日体重を測ると痩せられなくなる理由というところで、ダイエット中の体重計との付き合い方について話をしていきたいと思います。具体的な内容として、まずはじめになぜ毎日体重を測ると痩せられなくなるのかっていうところについてお伝えします。その上でじゃあダイエット中に体重計とはどのように付き合っていけばいいのかっていうところを5つポイントを挙げながら解説します。今回の動画を見ることによって体重計との付き合い方が分かるだけでなく、今後ダイエットをしていく上での最終的な体重計との付き合い方まで理解できるようになります。もし今あなたが毎日体重計に乗って一喜一憂している、体重を測らないと気になって仕方がないっていうのであれば、必ず今回の動画を最後まで見るようにしてください。また動画の中で分かりにくかった点や納得いかない点があればコメントいただけると嬉しいです。では早速内容論に入っていきます。まずはじめになぜ毎日体重を測ると痩せられないのかっていうところなんですけど、それは主に体重を測ることが食欲を乱して食べ過ぎを招くからなんですね。ダイエットの基本は食べ過ぎてしまうと太る、食べ過ぎを抑えると痩せるっていうところなんですね。体重計に乗ることが食欲を乱して体重を増やすことにつながるわけですね。で、なぜじゃあ体重計に乗ることが食欲を乱すのかっていうところなんですけど、理由は一つでメンタルが不安定になるっていうことなんですね。で、これ体重計に毎日乗ってる人ってわかると思うんですけど、体重が例えば 500g 減っていたらめっちゃ喜びますよね。逆に体重が 500g 増えていたらかなり落ち込みますよね。そうやって体重の変動によって一喜一憂してると、落ち込んでる時とかはもういいやって投げやりになって食べ過ぎてしまったりとか、逆に体重が減ってる時は今日減ってたからちょっと食べていいかなと思って食べ過ぎてしまったりとかですね。他にも体重が減ってたから嬉しくてモチベーションが上がって無理な食事制限をして、その反動でその後に食べ過ぎてしまったりとか、そういう風なことになりますよね。なのでかなり簡単に言うと、体重によってメンタルが大きく変動してしまうので、そのメンタルの変動によって食べ過ぎを招いてしまうことになるんです。で、もう少しですね、細かい話をしていくと、この体重測定っていうのはですね、実はドーパミンと呼ばれるホルモンの分泌に関わってくるんです。で、ドーパミンって何かっていうと、これギャンブルにハマる人がたくさん出ているホルモンとして知られているものなんですね。で、何かっていうと、例えばパチンコに行くときとかって、今日パチンコに行ったらもしかしたらたくさん玉が出るかもしれないって期待をするじゃないですか。で、その期待をしたときにですね、そのドーパミンっていうのはどんどん作られてくるんですね。そして実際パチンコに行って予測した以上に玉が出てくると、さらにそのドーパミンっていうのは強化されてくるんですよ。で、そうなるとどんどんそれにハマっていってしまうわけですね。ダイエットも同じで、体重計に乗る前って体重が減ってるかもしれないって期待するじゃないですか。で、この時にドーパミンっていうのはどんどん分泌されてるんですね。そして体重計に乗った時に本当に体重が減っていたら、さらにそのドーパミンっていうのは強化されるわけです。体重計に乗って体重が減ってることに対して幸福感を感じるようになるんですね。で、このドーパミンっていうのはですね、人間の中で幸福感を作るホルモンなんですね。ただそのドーパミンによる幸福っていうのはですね、一時的な、いわゆるその偽物の幸福なんですね。で、もちろんですね、このドーパミンによる幸福が全くゼロになった方がいいかっていうと、そういうわけではないんです。ギャンブルにハマってない人でも日常の中でドーパミンが分泌されることによって、それがモチベーションにつながったりとか幸福感につながったりすることはあるんですね。けどこれが日常的にしかも過度になりすぎるとかなり問題なんです。で、これ何が問題になるかっていうと、ドーパミンを日常的に使ってドーパミンによる幸福にばっかり頼ってしまうと、ドーパミンがどんどん枯渇してしまうんです。いわゆるドーパミンを使いすぎてしまってなくなってしまうわけですね。で、そうなるとどうなるかっていうと、さらに強い刺激を加えないとドーパミンによる幸福を感じなくなるんです。例えば最初は5という刺激でドーパミンが分泌されていて幸せを感じられたとしますよね。これが日常的にドーパミンを使っていると、次は5っていう刺激じゃ足りなくなってくるわけです。今度は8っていう刺激を加えないとドーパミンによる幸福感を感じなくなるわけですね。そしたらどんどん刺激が強いものじゃないと幸福感を感じなくなるわけです。これってですね、食べ物に関してもこれが関わってくるんです。例えば甘いものを食べてました。最初はカカオ 80% ぐらいの少しチョコでも幸福を感じてたと。けどこれがドーパミンがどんどん弱くなってくると、さらに甘みが強いもの、もっと砂糖が多い、刺激が強いもの、味が濃いものだったりとか甘みが強いものを求めるようになってくるわけですね。というかそうじゃないと幸福感を感じれなくなるんです。で、これは味に関してもそうですし、量に関してもそう。最初はちょっと腹十分目ぐらいまで食べるとドーパミンが分泌されて、それで幸福感を感じれていたものが、それがどんどん食べ物をもっと十二分に突っ込まないと幸福感を感じなくなってくる。このような状態になってしまうわけですね。ドーパミンの枯渇っていうのはどういう風なもので起こるかっていうと、例えばまず体重測定、毎日体重を測ることに対してドーパミンが分泌されていると、それによってドーパミンが枯渇してしまいます。他にも多いのは SNS、 これを投稿することによってたくさんいいねがもらえるんじゃないかっていう期待ですね。あとは甘いものとか食べ物とかですよね。禁止して
している甘いものを、これは自分は太るから我慢してるけど食べたらめっちゃ美味しいんじゃないかって思って、我慢できずに食べてしまった時にそのドーパミンというのは分泌されるわけですね。なので禁止食品を作って定期的にそういう風にドカ食いみたいな、我慢できない時に甘いものをたくさん食べたりとかしてると、どん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 ドーパミンが使われてしまうわけです。なので体重計に毎日乗ってドーパミンを使いすぎてしまうと、それによってドーパミンによる幸せの域値ってのがどん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 高くなってしまって、強い刺激を加えないと幸せを感じれなくなってしまうんです。そうなると甘いもの、味が濃いもの、たくさん食べるっていうものをしないと幸福感を感じなくなるわけですね。なので体重計ってのはですね、あんまりですね依存しすぎない方がいいわけです。例えば私みたいに体重計に乗っても正直体重に興味がない人であれば、別にそんなドーパミンが分泌されることはないんです。ただダイエットしてるとやっぱり何百グラムの変動で一喜一憂しますよね。そうした場合ってのはドーパミンが分泌されて、どんどんドーパミンが枯渇していってる可能性が高いっていうふうに考えてください。じゃあこれから体重を全く測らない方がいいのかっていうと、それは難しいですよね。もちろん最終的には体重を測らない方がいいんですけど、けどそれでもですね、やっぱり体重を測っていかないとちょっと気になるっていう人はいると思いますので、ここからはダイエット中の体重計との付き合い方について主にポイントを5つ挙げながら解説していきたいと思います。まず1つ目は、体重は朝1の時に測ってください。体重をですね、1日に何回も測る人がいるんですよ。例えば朝起きて測る、お昼ご飯を食べる前に測って、お昼ご飯を食べた後に測る、トイレに行く前に測って、トイレに行った後に測る、寝る前に測るとかですね、もうとにかく体重をめちゃくちゃ測る人が多いんですけど、毎日測るにしても体重を測るのは朝一番トイレに行った後、ここです。体重の変動ってですね、めちゃくちゃ要因が多いんで、一日の中で何回も測っても要因が多すぎて正確に測れないんです。でその中でもそういう風に体重に影響する要因を一番取り除けてるっていうのが朝一番なんですね。なのでもし体重を測るんであれば、朝一番トイレに行った後に測るようにしてください。と言ってもですね、朝一番の体重もはっきり言って寝てる時の発汗量の違いによって何百グラムってやっぱ変わってくるんですね。まあそれでも1日の中で一番体重がその安定しているというか正確性が高いのは朝一番ですので、もし測るのであれば朝一番に測るようにしてください。そして2つ目が、測るのは週1回で十分です。毎日毎日体重を測るっていうのも確かに大切なんです。体重の変動をグラフ化していって本当に体重が減っているのかを見ることにも役立ちますし、自分のむくみってどれぐらい変動するかっていうのを把握することにもつながるから役には立つんですけど、まあ、正直ですね、週1回ぐらい測って、月に4回ぐらい測れば体重が減ってるか増えてるかはある程度予測ができます。なので毎日の体重測定がストレスになっているのであれば、少しずつ減らしていって、2日に1回に減らして、週2回に減らして、週1回ぐらいまで体重測定を減らしていけるといいんじゃないかなというふうに思います。そして3つ目が、1ヶ月で体重の変動は判断してください。よく言われるのはですね、1週間頑張ったんですけど体重が減らないんですよ、2週間頑張ったんですけど体重が減らないんですよと言われることが多いんですけど、あのですね、1週間2週間で体重が減ってるか増えてるかなんか判断できないんです。これ特に女性であれば分かると思うんですけど、女性は生理周期によって体重が増えたり減ったりしますよね。生理前はむくみやすくて体重が増えやすくて、生理後っていうのは体重が減りやすいっていう時期があります。なのでそうした要因も考えないといけないですし、例えば寝不足の時ってやっぱ体がむくみやすかったりして体重増えやすかったりするんですね。そういう風な要因とかもありますので、体重はですねやっぱり1ヶ月単位ぐらいで見ていって、だいたい1ヶ月の平均を見て、あ、先月よりも体重今月は平均値が少し下がってるからちょっと痩せてきたなとかですね、それぐらいで判断していくってことが大切になります。もう1週間とか2週間単位で体重の変動を聞かれてもはっきり言って何とも答えようがないんですよね。でよくやっぱり一番最初に聞くのは、それって生理前にかかってないですか。だって体重が減ってきてるのに生理前に向かってるんであれば、脂肪が落ちてきたとしてもむくみによって体重が増えてるので、それが想像されますよね。ということは体重が減らなくなってしまうわけです。なのでこういうふうにですね、やっぱり短期間で体重の変動を判断するっていうのは難しいですので、せめて1ヶ月単位で判断していくっていうことが大切になります。そして4つ目が、1年単位で見ていくっていうことです。1ヶ月単位で見ていった後はできるのであれば1年単位で体重の変動を見ていってください。人によってですね、やっぱ忙しい時期だったりとか、あとは何かわからないんだけど体重が増やす時期ってあるんですよ。そこをですね、しっかり把握しておくとですね、体重がいきなり増えたりとか減らなくなっても、あ、この時期って私毎年体重が減らないから、まあ何かあるんだろうなって思ったりとかできるわけです。例えば私であれば、なんか冬にですね、食欲が増して体重が増えやすいんですよ。けどですね、トータルしてみるとこの何年間かも体重全然変わってないわけですよね。その時に例えば冬に体重が増えた時に、うわめっちゃ太ったって落ち込んだら、その落ち込みが原因で食欲が増して結局食べ過ぎて太っていってしまう。そしたら年間を通して体重が増えていってしまうことになりますので、そうではなくて自分が増えやすい時期、増えにくい時期、痩せやすい時期っていうのも1年単位で把握しておくってことも大切になります。そして最後が、最終的にはかからないようにしましょう。あとはですね、体重とかってですね、測ってもはっきり言ってあんまり意味がないんですよ。これわかりますよね。だってあなたが47キロか45キロかなんか誰も気にしてないし誰も知らないんです。周りの人が見てるのは外見ですよね。だから
から正直ですね、体重計なんか乗らなくていいんです。でこれよく私話すんですけど、私結婚して7年間ぐらい家に体重計なかったんです。でこれって別に何かを意識して体重計を買ってないのではなくて、2人とも別にダイエットを意識はしてないから体重計が必要なくて買ってなかったわけですね。けどそれでも体重って別に増えてないわけです。でそれはなぜかっていうと、食欲をちゃんとコントロールしていたりとか、まあいわゆるその健康にある程度気を使ってたから体重が増えないだけで、しかも1年間の中では多分数キロ変動があったんですよね。けどそこに体重を測ってないから別に一喜一憂もしてなかったし、僕の場合は正月とかに食べ過ぎると体重が 2,3 キロボンって増えたりするわけです。けどそれも測ってないから気にしてないんですよ。そして体重計に乗らなくてもなんとなく、あ、ちょっと肉がついてきたなとかですね、そういうのを分かるようになるんですね。そしたら別に無理やり食事制限をしなくても、ちょっと食べる量を軽く減らしてみようかなとか、何キロカロリーとか測らないんですよ。そんなの測らずにちょっとだけなんか体に肉付きが良くなってきたから少し食べる量を減らしてみようかなと、そのぐらいで戻るようになるんです。できれば最終的にはこの辺まで目指してもらいたいですよね。一定の体重の人っていないんですよ。変動した時にも別に体重計に乗って気づくのではなくて、なんとなく自分の服を着た感じで、あ、ちょっと増えてきたな、少しじゃあお腹具合に合わせて減らしていくと体重は戻ってくるだろうなぐらいの感じで持っていけるようになるといいんじゃないかなというふうに思います。このようにですね、体重を測るっていうことは確かにですね、状況を把握したりとか状態を把握したり、あとは今やってることの効果判定には役立つことが多いんですけど、ダイエットしてる人の大半は体重計に振り回されすぎてるので、できるだけこの体重計との付き合い方っていうのをですね、うまくやってもらえると、もっとダイエットがうまくいきやすくなりますので、ぜひですね、今回の動画を参考にして体重計との付き合い方を考えてもらえればなというふうに思います。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねボタンお願いします。また動画の中で分かりにくかった点や納得いかない点があればコメントいただけると嬉しいです。YouTube 以外にもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガを本毎日配信しています。こちらも読んでいただけると、ダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。また Twitter やインスタ、ブログなどの SNS でもほぼ毎日情報発信していますので、こちらもフォローお願いします。メルマガや SNS の情報に関しては概要欄にリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。では、また。